で、知名度が僕、あのね、僕らあるわけじゃないし、やっぱりそれで稼いでいくのは難しいと思うんですが、今言ったみたいに、人脈の使い方によって意外なチャンスをもらうと。で、これリスクを最小限にして、いろんなことに関わることによって成功をつかむっていう可能性はかなり高いわけです。で、実際に、さっき言ったリコネクティングもそうですけど、自分が普段あんまり付き合わないですね、人とも上手に使える人、人脈をですね、維持できる人っていうのは、いい条件の仕事にですね、付きやすいってことが分かってるんですが、転職するときもいろんな業界に友達がいるのっていうのは非常に有利になるんですね。